中年オタッキーです。今日はちょっと先日ね、私の愛車の BMW の 525i ツーリングのオイル交換をいたしましたので、まあざっくりした動画になりますけどね、まあ結論から言うとね、この車のオイル交換結構大変です。あんまり個人がするのはお勧めできないかなと思いました。まず車高が低いことと、そうですね、ドレンボルトに到達するためにカバーを外さなければいけない、ね、まあ外したらまだつけなきゃいけないっていうこの2つですね。あともう一つね、オイルパンがアルミ製なんですね。通常はね、オイルパンって鉄でできてるんですけど、アルミ製なんで、結構トルクをかけすぎると、ネジ山がなめてしまったりとか。で、ドレンボルトに使われてるね、ボルトもですね、サイズがちょっと薄っぺらくて、レンチをかけにくい形状になっておりましたので、あまりね、整備の経験がない方はね、整備工場とかに出した方がいいかもしれないですね。じゃあちょっと見てください。はい、オイル交換の際ね、これセンターのね、ジャッキアップポイントでジャッキアップしておるんですけども、サイド部分って必ずね、このようにタイヤなどを挟んで、万が一ジャッキが外れてもね、命に関わることがないようにね、注意して作業しましょう。うわぁ、狭いな。 BMW の場合はね、このオイル交換の前にカバーを外す必要があります。よいしょ。ドレンボルトはどこだ。これか、これだね、これです。きつい。これを緩みました。はい、今はねオイルを抜いております。これ7リッターぐらいね、この車はオイルが入っているので、それ以上入る受け皿を用意しましょう。でないと溢れることになります。ハイポイとかもいいですね。まあしばらくこのまま放置です。いやー、これね、4,500km ぐらい走ったオイルです。オイルの性能自体はね、まだね、大丈夫なんですけど、この車中古で買って1回目のオイル交換なんですけどね、エンジンの中すごい育ちなんで、ちょっと短めのオイル交換のサイクルで交換していこうと思いまして、今回交換になったわけですね。あ、
次はジャッキを下ろしていきましょう。はい、ジャッキを下ろしていきます。が外れました。はい、次にエンジンオイルを入れていきたいと思います。これね、オイル給油口がここにありますけど、周りがねオイルで汚れることが多いんで、ウエスで覆いましょう。今回ね使用しているオイルはバルバリンのマックスガード 5W30 になります。エレメント交換は今回はなしです。ドレンボルトをね締める動画撮ってないですけど、絶対に締め忘れないでくださいね。新品のオイル全部出ちゃいます。で、今回変えてないんですけど、ドレンボルトについてるワッシャーはねできれば新品に変えた方がいいですね。車が通ってしまった。はい、入りました。今回はね、エレメントも交換していませんし、特に何もしていません。オイルを変えただけです。エンジンオイルのバルボリンマックスガードは、一応ね、BMW の LL04 のアブルーバルを、アブルーバル認証を獲得しておる。まあまあ、まあ安心なのかな。で、すごく安いです。20リッターでね、楽天とかで1万6000円ぐらい手に入れることができますので、リッター700円ぐらいになってくるのかな。これはねオートバックスとかでやるとリッター1400円前後しか選べないことになって、まあ E60、E61 は最低でも6リッターぐらい入るので、まあ1万円ぐらいかかってくるんですね。自分でやるとやっぱり安いことは安いです。さらにディーラーに行くとねリッター2500円ぐらいかかってくるんでね、とんでもなく高いですね。まあ私個人的にはね BMW、 まあベンツとかもそうですけど、オイル交換のねサイクル、まあ2万キロとか2万5000キロって歌ってますけどね、あれもありえない数字だと思ってます。なぜかっていうとね、もうそれはね BMW とかね、そのドイツ車のね中古車を見ればもう分かりますよ。オイルフィラーキャップを開けて中を見てみたらもうスラッジだらけです。スラッジが溜まってはなぜいけないのかっていうのはもうエンジンを開けた人なら絶対にわかります。ピストンとかね、まあ、部品をね見たらわかるんですけどね、ちっちゃい穴が開いてるんですね。で、そのちっちゃい穴を通ってまあシリンダーとか、そうですね、コンロットのメタルとかにオイルが供給されてるわけなんですよ。で、そんなに勢いが強い、圧力が強いものではないんでね、スラッジが溜まったオイルを使ってるとね、簡単にその穴が詰まってね、で、まあ、エンジンに不具合が発生したり、まあ、ノイズが大きくなったり、馬力が落ちたりするわけなんですね。だから、2万5000キロっていうのは、どちらかというとね、そのヨーロッパってその環境にうるさい地域なんで、廃油が出ないように考えてとか、まあそういうレベルの話なんですね。まあ2万5000キロでね、最初新車ぐらいの時にはね壊れないと思うんです。ただ、古くなってくるとやっぱりエンジンの中にスラッジがどんどん溜まってくるんで、なんかねどうしてもね2万5000キロで変え続けたいっていう人はね、俺はもう毎回フラッシングすることをお勧めしますね。特にもう5万キロ超えたあたりから、2回目あたりからもう絶対毎回フラッシングした方がいいですよ。で、中古車のBMW とか、まあ、ベンツとか、まあ、その辺を買った場合ね、もう10万キロぐらい走ったのを買った場合、もうすでにスラッジが溜まってますんで、これね、
フラッシングをすると大変危険です。なぜかというと、あのフラッシングってものすごい強力なんで、溜まったスラッジを一気に落としてしまうんですね。で、一気に落とすとこれがあのエンジンの中にそれが大量にカスが流れ出して、でオイルの通路が詰まったりして、クランクシャフトメタルが焼きついたり、まあいう重大なトラブルが発生するわけですね。あの昔から言われてますよ、フラッシングは危険だと。うん、まあメタル流したやつはいくらでもいます。だから、やっぱり5000キロ、そうですね、まあオイルの量が多いんで1万キロぐらいでもいいのかもしれないですけど、僕は5000キロの交換をお勧めしますね。まあそんなわけで今回はちょっと適当な動画になりましたけど、BMW のエンジンオイルの交換の動画になりました。あまりねメカに慣れてない人は自分でやんない方がいいです。結果的に高くつきます。まあ僕はもうそうですね、メカいじってまあせあれですけど、個人レベルですけど30年ぐらいいろいろいじってます。自分でエンジンも下ろしたりしたことがあるんでできますけどね。そういうことで、あまりおすすめしないセルフのエンジンオイル交換でした。じゃあまあ最後まで見てくれる人いいのかな。まあ最後まで見ていただきありがとうございました。またでーす。